大円寺は東京都杉並区泉にある総当州の寺院。三号は泉谷山。本尊は釈迦如来。薩摩藩島津家の江戸での菩提書でもある。慶長二年、徳川家康によって桜畳田田池に徳川家の工芸員として混流される。海山は大尉岩尾ら殺。この縁から飯野藩星なしの菩提寺となる。この時に旗本五位。 松平、堺、本田、土方の書家を断途と定めた。慶長二年定遊二月十一日、東初新君様御前姫氏で、折々法は当期決めし。五根、笹雲上位、その右利桜だとめいけへん、新君様一目正説、三重を模し四方の堺をご提比したおけ、のり寺地に配慮し、盆札を早々し、山、甲を、泉谷市、寺甲の儀を、 大淵さとこ頃、寛永18年、お化出荷節書道不残類称し、その右利右寺寺御用地に姫市城、右ため大地を当初7555坪を配し、その伏寺公の淵の地を、改め、大炎寺氏由心伝え、大炎寺、泉谷山和コース、総当州、牛米保全地末、慶長2年、ため池編に早々し、 あとこの地に、移りれり。海山カツラサツ。寺地七千五百七十つぼ。大炎寺。町南にありり。寺地東西一丁十三県。南北一丁十県。面積四千七百二十一つぼ二号。全州、総当派。牛米通寺町保全寺マッパ。慶長元年日の江猿総建。総カツラサツ海山。 東京志向宗教編三巻遠方元年、薩摩藩聖師、島津綱久が江戸で没した時にその葬儀をこの寺で取り行ったことが縁となり、以後薩摩藩の菩提寺ともなった。この縁で、図書広里、天章院付、老女、幾島など、薩摩藩家臣、縁者の墓も、この寺に築かれていた。明治維新後の廃仏希釈及び大ダム落ちであった。 島津市の浸透回収に伴い、囲碁日号を失い水日、明治41年に現在地に移転した。しかし現在も、西郷隆盛の娘、菊子など、鹿児島県出身、明治新関係者の墓が多く築かれているとされる。平成24年度特別展、江戸の大名母大寺典でも取り上げられた。桜田亀池でなく、赤坂亀池とする資料は、杉並区市などに見られる。 港区市場の芝井皿御町には、現在の町域には、官営から官文にかけて寺院がいくつか起立、または移転してきたが、町屋としては、芝大円寺門前が、官営18年同時の天来以来起立し、また、明治2年、伊皿御大町、大円寺門さんをも伊皿御町とし、とある。三門には、青い門、本堂にはさらに十字門。 墓地には明治元年母親の薬船死者没者の墓、日向都の城主と土地区を守る、東京都杉並区泉さんの52の18、ありがとうございます。